福島県によりますと、当時半径20キロ以内にはこちらの情報では病院の入院患者ら516人がいたということです。このうちの一部は爆発の前から20キロより外へ避難しようとしていたということです。東京電力は格納容器の健全性は保たれていて、東京電力と原子力安全保安院によりますと、今日午前11時1分に福島第一原子力発電所の3号機で水素爆発が起きました。 NNN が捉えた映像では、爆発の際煙とともに赤い炎も見えるなど、1号機の爆発よりも大きな爆発となりました。今回の爆発で11人がけがをしました。東京電力の職員のほか、防衛省によりますと、けが人には自衛隊員4人が含まれ、1人は骨折しているということです。爆発は1号機と同じく建屋で起きたもので、建屋の中にある原子炉の格納容器については安全性は保たれていると発表しています。爆発後の11時44分に放射性物質の漏れを確認したところ、福島第一原発の正門付近で20マイクロシーベルトが測定されました。原子力安全保安院によりますと、これは一人の人が1年間に浴びても大丈夫な量の50分の1程度で、健康に影響はないとみています。しかし3号機の南側5キロは作業員を含めて立ち入り禁止となっています。一方、半径20キロ圏内の住民らに対して建物の中への退避を呼びかけました。正午前の段階では20キロ圏内の病院などに少なくとも475人が残っていたということです。この爆発が起きる前、原子力安全保安院は会見で、建屋の中に水素がたまり、おととい1号機で起きたのと同じように水素爆発が起きる可能性があると発表していました。対策として建屋の屋根の壁のパネルを外す対策を取るなどを検討しているとしていました。爆発に伴い建屋の屋根が吹き飛び破壊されたとみられています。